なるてんで。なんだと、それは本当か。はい、8尾のビー殿、そして9尾の渦巻ナルト、両名が島亀を抜け出したとのことです。スナディ、お前が島にあった説得役はどうした？失敗したってことだろ。たらくイルカのやつ、どうします？ビーがいる以上、人中力はわしが直接出て止めるしかない。スナディ、お前も来い。This will be interesting. それはいいが、本部での判断はどうする？この葉の資格。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。キルビブスライカゲツナルブス、ナルトのやつ。This will be interesting. ここはつくづく関心のスピード、追いつくにも一苦労。 B のおっちゃん、ついてきたのかよ。一人で行かせりゃ危なっかしい。お前の行動、支障なかし。え？お前を守ってくれってな、あのイルカってやつに散々頼まれた。イルカ先生が？二人は不器用、でも愛があるよ。生きて帰るぞ。ああ、そりゃ当然のこととしてだ。これからどうすんだ？キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れる。なるほどな。その悪の感情が強い場所に行けば。そこが戦場のはずだ。オーライ、そういうことなら俺様ジュジュン、お前を追いかけ進むぜジュンジュン。行こう。おー、It's almost rush to the butterfield. Okay? I'm rushing. We can catch up with this. Yeah! Okay, enough.わしのチャクラを存在に扱いよ。お前の中にずっといて、お前をずっと見てきたナルト、お前はいつも甘い。珍しいじゃないかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうと。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されれば、それに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみに囚われるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもお前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。つまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。
だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。サスケ一人救えてもいないのに、そんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん？俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。ならオーケーだ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな、うん、待ってろよ。どうした？なんでもねえ、こっちの話だ。ん？ビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。OK, let's hurry up. どうした？何かがこっちに。この The real fight starts now. ブラザー No! ブラザーお前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。でもっちゃん、早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目火影がいなくなってからな。父ちゃん、知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。奴はキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。港はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね、そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って。
強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。おい、雷影。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくない。お前、そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる心意気。それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いている。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える。ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだから。青い大人の俺様、少年馬、少年ナルトは手を出すな。 B、 貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ自信、それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしを力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ俺様が。Well guys, I hope you enjoyed the video. Don't forget to comment, rate and subscribe. See you guys. Bye bye.